2023年1月2日のイギリス国防省による報告によると、2022年末から東部ドンバス地方ルハンシク州クレミンナの北方で幹線道路である P66 をめぐって、ウクライナ軍とロシア軍が激しい戦闘を続けているとされているよ。ルハンシク州は2022年9月にロシアのプーチン大統領が一方的に併合を宣言したウクライナ4州の中で、唯一ほぼ全土をロシア軍が制圧していた州であったが、9月から始まったウクライナ軍の反攻によってじりじりと奪還される地域が広げられていたな。もう戦いが始まってから1年が経とうとしているのに、相変わらず激戦を続けているんだね。どちらの兵たちも、早く戦いが終わることを切に願っているだろうね。さて今回は、幹線道路の争奪戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍が侵略開始当初に目論んだ首都キーウ攻略に失敗して撤退し、部隊を再編させた上で開始された4月18日のドンバス攻勢以降、東部戦線に兵力を集中させたロシア軍がルハンシク州全土を制圧して西隣のハルキウ州に侵攻していたんだけど、西側諸国の支援を受けて体制を整え直したウクライナ軍の反転攻勢によってハルキウ州を奪還され、ルハンシク州内への進軍を許してしまったよ。ウクライナ軍はスバトボから南のクレミンナにかけて P66 を抑える戦略に出て、クレミンナへの攻勢をかけるが12月にはロシア軍も大量の予備兵と装備をクレミンナ周辺の戦線に投入して、激しい戦いが繰り広げられていたんだ。12月28日、ルハンシク州のハイダイ知事はクレミンナの戦況について触れ、同市内にあったロシア軍司令部が移動し、市内のロシアの民間人全員が退去したとして SNS に報告していたね。クレミンナは人口1万8000人ほどの小さな町だったんだけど、北はスバトボ、東はウクライナ軍が支配するスラビャンスク・クラマトルスク、そして西はセベロドネツク・リシチャンシクにつながる幹線道と鉄道交通の要衝であり、ロシア軍がロシア領南部のベルゴロド州から半年間もの間激戦が続くドネツク州バフムートへの重要な補給拠点であることから、両軍による争奪戦が繰り広げられているよ。ルハンシク州の戦線でウクライナ軍の主力になっているのは、2022年2月24日の侵略戦争が始まって以来ずっとハルキウ州で戦い続けている歴戦の第92独立機械化旅団で、5月6日にウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領から勲章を授与されている栄光の旅団として有名だね。この第92独立機械化旅団はウクライナ軍の主力戦車である T64 戦車で編成された2個戦車大隊と、新型の BTR4 装輪装甲車が配備された2個歩兵大隊各大隊は兵士400人と40台の装甲車で編成に加えて砲兵、地対空ミサイル大隊、工兵、その他支援兵で構成されていて、侵略開始時からハルキウ州の州都でウクライナ第2の都市ハルキウ市の防衛に当たっていたんだ。2022年9月上旬には、ウクライナ軍の反転攻勢作戦に投入され、第25独立空挺旅団第80独立空中強襲旅団などと合同で東部ハルキウ州バラクリア方面から、ロシア軍に攻勢を仕掛けて敗走させ、同州の大部分を奪還して解放に成功したネリ度の高い精鋭部隊だよ。その精鋭部隊に対抗しているロシア軍部隊はといえば、ほとんどが2022年9月にロシアのウラジーミル・プーチン大統領が発令した部分的動員令によって招集された予備役動員兵であり、彼らは満足な訓練を受けることなく、旧式で不完全な装備を持たされて配属されただけでなく、その指揮系統も混乱したまま最前線に投入されたんだ。彼らを指揮する司令部は、戦意が薄く士気が低い予備役動員兵脱走の脱走やウクライナ軍への投降を阻止するために、彼らの背後に特戦隊を配置して交代しようとする動員兵を処刑して、強引にウクライナ軍に突撃させてその損害をいたずらに拡大させた挙句に、司令部を配置していたクレミンナから安全な後方の地域に交代していたとの情報が、ルハンシク州のハイダイ知事から伝えられているぜ。動員された兵たちには同情の念を抱かざるを得ないよ。
イギリス国防省やアメリカのシンクタンク戦争研究所などから発信される情報からは、ウクライナ軍がすでにクレミンナからバフムートの間で数カ所において P66 を超えて、さらに東側の地域に進出している様子が示唆されていて、P66 がすでにロシア軍の補給路として機能していない可能性が高いとの見方が広がっているよ。ハイダイ知事によると、この先のウクライナ軍の戦略については2つの選択肢があるんだって。1つ目はドールハンシク州の前線への後方支援拠点であるスタロビルスクを奪還する作戦で、同志を抑えることでここからルハンシク州全体のロシア軍兵站拠点を砲撃で制圧できるとしていて、ロシア軍が兵員や装備を移動させることができなくなるだろうと述べているよ。また、二つ目の戦略としては、クレミンナの南東アルルビージュネからセベロドネツク市へ前進して奪還することを挙げていて、この動きによってルハンスク州に隣接するドネツク州バフムート攻略に当たっているロシア軍を二分して、戦力を削ぐことがすることが可能であるとして、ウクライナ軍のバフムート防衛がより容易になるとしているんだ。ハイダイ知事が最初に挙げたスバトボの東にあるスタロビルスク奪還については、懐疑的な見方をする軍事ジャーナリストが多く、その理由としてロシア軍が自国領のベルゴロド州からスバトボを経てクレミンナを結ぶラインの東側に、竜の歯と呼ばれる対戦車防衛線と塹壕による防衛線を構築したことを挙げているぜ。竜の歯とは無限軌道のキャタピラーにより道路以外の不整地でも、移動可能な戦車の動きを止めるために考え出された人工の障害物で、鉄筋コンクリートなどで作られたテトラポッドのような三角錐や四角錐の障害物を、敵の進撃軸に対して縦に数列密に並べた上で横に長く線状に並べたものだな。戦車は不整地を自由に動き回れるけど、小川や塹壕などを乗り越えることが難しいという弱点を踏まえて考え出されたもので、戦車がこの三角錐や四角錐を乗り越えようとすれば、底部が先端部に乗り上げてしまうようになって身動きが取れなくなるんだ。この三角錐や四角錐を戦車が突撃してくる方向から次第に高くなるように縦に4から5列ほど敷き詰めて、それらを横に広く並べた様子がまるで竜の歯のように見えることからその名が付けられたみたい。ウクライナ軍がスバトボを奪還したとしても、その先にこの竜の歯があるために機械化旅団の進撃が阻まれ、これを突破するには相当の損害を覚悟する必要があると見られているね。また、スタロビルスクは東側でロシア領の南端と接していて、ロシア国内からの補給が容易であり、仮にウクライナ軍が奪還したとしてもロシア軍は大量の増援を送り込むことが可能で、進駐するウクライナ軍には苦戦が予想されるだけでなく、もともと親ロシア派が多い土地柄であることから、逆にウクライナ軍へのパルチザンが発生する可能性があるんだって。それらのことからウクライナ軍がクレミンナを奪還した後は、そのまま P66 に沿ってルビージュネからセベロドネツクとリシチャンシクの、奪還に向かうであろうとの見方をする専門家が多いな。ルハンシク州の北部については奪還したスバトボを拠点として、ロシア軍が構築した竜の歯などの防衛陣地を逆に利用して東からのロシア軍を防ぎ、セベロドネツクとリシチャンシクを奪還してバフムートを包囲しようとしているロシア軍を背後から攻めて、バフムートを防衛しているウクライナ軍部隊とこうして挟撃するのが現実的だろうね。ロシア側がバフムートに執着していることについては様々な憶測が出ているが、西側の軍事専門家などの間では現状で要衝としての存在価値は低いとする見方が多く、仮にロシア軍が占領に成功したとしてもその先、ウクライナ側が支配しているスラビャンスクやクラマトルスクなどを占領する余力はないと指摘されているみたい。ロシア軍がバフムートを制圧したとしても、プーチン大統領がロシア国民に喧伝して支持を高めることぐらいの効果しか得られないとされ、そのために失うであろう数万のロシアの若者たちの命とは釣り合わないであろうと言われているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。